づいたら3年半になる。そうなの、長い、かなり長い方だよ、今勉強カフェの中より歴史の中で多分ですね。あれですか、社員だったら、まあ、サシミが3ヶ月ぐらい半年か、サシミぐらい、サシミと部長ぐらい長い社員ですね。確かに、それまた最新の両方で直した。いや、あとでしょ、ね、最新は打撃療法、打撃療法、ドルニー、ドルニー、ドルニまあ、長い目で考えたときに、勉強カフェの3年半は、人生の中ですごい必要なステップだったなっていうのを感じるというか、なんか、なんか一見その英語使う仕事とか、海外に住みたいとか、なんか一見つながってなさそうな感じなんですけど、なんか最近、これからはこうロボットが活躍したりとか、AI だったりとか、人間が活躍できるのがまあどんどん減ってくるなっていうこととかでも、でも絶対必要、そのロボットにもできなくて生き残るのって、まあ、感情の部分だったり。人と関わるコミュニケーションだったり、気遣いとか、なんかそういう機械じゃできないことですよね。感じる部分っていうのは絶対人間にしか、多分この先もいくら発展してもできないんじゃないかなっていうことで、ここで培った例えば人脈とか、多分尋常じゃないじゃないですか、人と会う数の、そうだね、数の仕事に比べて、なんかすごいですよね。本当いろんな人にあるし、いろんな年齢層とかあるしっていうのがあるので、多分ここに入ったその3年半前の自分と今の自分だったら、もともとコミュニケーションは結構得意だったんですけど、絶対もっとなんか得意になってるなっていう自信がすごい。なんかどっちかっていうと、入ったばかりの方が得意だったっていう、相手を楽しませるとか、なんかそういう地ばっかりだったけど、なんかそれにこうコントロールされずに、コミュニケーションを自分を保ちながら、コミュニケーションを取っていくにはどうしたらいいかなみたいなのとかを、こっち側目線で考えるようになったのは、多分すごい変わったなと思って。とりあえず自分が疲れても楽しませればいいやみたいな感じだったんですよね。その方が絶対簡単だったので。でもそうするとやっぱ続かないじゃないですか、3年半も絶対疲れるから。そういう面ではめちゃめちゃやっぱ入ってからのコミュニケーションの取り方とかすごい考えてたんで、なんか気づいたら多分誰とでも喋れるから。なるほどね。じゃあ変えたんだ途中で、そのやり方。いや、変えたというか、疲れるのこのままだと。なるほど。なんか四方八方からいろんな会話が来るし、言いたいことになるんですよね。そう、何か一人として同じ人いないし、意見が違う人なんて当たり前ですけど、もちろんいるし、なんかひたすら自分の話聞いてほしい人もいれば、なんか引き出してほしい人もいたりするじゃないですか。なんか、この人何を求めてるのかとか、もし考えたら、そういうのを多分、毎日毎日、何時間も何時間も受けてきたら、多分嫌でも上がりますよね。コミュ力が多分勉強なんてで働いたら、コミュニケーション苦手な人でも潰れるか成長するか。あ、そうだね、分かれ目だね。分かれ目、本当に無理って思う気持ちもすごい分かるし、きついですもんね、だって正直ね。周りからはただ楽しく話してるやつだと思われてるけど、その辺もまただから、なんていうんですか、ジレンマですよね。こっち結構きついんだけどなって思いながら、別に出さないじゃないですか、わざわざ人前で。それ出しちゃうとさっきの楽しんでくれなくなっちゃう可能性ある。そうあります。そういうのも考えて、学生人口の左上に何かあるやん、オリオンの言葉。オリオンはみんなまああるんじゃないかなと思います。その勉強カフェで働いてる人と、じゃあ疲れないように何か病気の患者風っていうか、まあでもそれ多分館内の時から若干言われたっぽいですけど、なんだろう、なんか聞き流すそれが自分の思いだった。なんか 100% 注がないんで大事。いや、めっちゃ大事なんですよ。大事大事、それは思います。大事、8割で聞くっていう、大事。なんともかこらってくるね。
考えてるな、まるちゃん。考えるでしょ。考えないときついですよね。素晴らしい。2つ一緒に悩めるように作ってるよな。いやー、すごい。それはね、まあ3年やってるからやっぱ分かるんだ。人生唯一の悩みを持ってたんだ。わーんときた。それが自然に見えるからね、そのまるちゃん。それがすごいんだと。問題起きて片付いてる。これはあのさっきの選択肢の中にもう一個あると思って、その成長する人と潰れる人、その勉強カフェでコミュニケーション、あとはあまりにも感受性が低すぎると、はい、低すぎるとコミュ力がないってことに危機感を覚えないから、ただカードを返してりゃいいで仕事してると思っちゃうケースがあるんですよ。だから3通りにあると思う、潰れもしない。それすら感じないと、ずっとカードを返してるっていう。え、そういう人いました？いる気がするけどね。誰でもかわかんない。まあ、いるですよね。ほんで、神社まで散歩行って、行けましたね。帰ってきてシャワー浴びて、カニトースト食べて。だから、強すぎても、厄介ですね。めっきりシンプルで、だから強すぎたら強すぎたで、私もどっちかっていうと人より強い方が強いよね。けど、それをだからコントロールしないと、なんかきついだろうなっていうのはありますよね。あるある。あの鈍感な俺っていうのを作るっていうのをやったりする。まあ、ご飯かな？気にしない。わざと。どうやってんの？もぐもぐしてるんで、ちょっと食べてます。じゃあ、もぐもぐ食べましょう。そんなに硬いの？あ、それにしよう。骨だ。確かに弾力が、弾力がめっちゃすごい。後付けですか？後付けの骨、あー、あれ切れてる。中三刀流の角はいいぞ。いいか、めっちゃ俺三刀流丸にやってる。何でしょう、その感受性が強いとさ、やっぱりその分感じ取るもの多くなっちゃう。大変じゃないですか。大変。どうコントロールしてます。平日。平日でも高い。まあ、感じないのは無理なんで、もともとの性質だから。うん、なんですかね。まあ、でも気にしないように意識してるとだんだん気にしなくなったりとか、あとは前まで。前まではだから本当に手がひどかったというか、入ったばかりってことは、それプラスコントロールができない状態だったから、なんかもっとああしておけばよかったかとか、今あの人こう思ったから、こう返してばよかったかとか、なんか常にずっとなんかその人のことを考えるとないけど、まあ、いいことなのかもしれないけど、会員さんに対して、なんかこういう、ああ言ったのはまずかったんじゃないかとか、こう返せばよかったなとか、なんかあの人、ああいう表情してたけど、これ、何がああだったんだろうなみたいなとか、なんかありもしない、あるか分かんないじゃないですか、確かに、ね、本人はそう考えてないかもしれないけど、確かに、そう、あり分かんないじゃないですか、そのこと思ってるかどうかは。そう、だから、もう別にそういうありもしない妄想はしない。はい、通っておりますので、もう少々お待ちください。すいません。失礼いたします。いろいろじゃ考えて、3年半、まあ、考え尽くして、仕事をしたという。カレーというか、やっぱり、筋力が落ちる。なんかそのブライダル行ったりとか、学生時代にそのカフェでアルバイトしてたりとか、普通のカフェで、
接客ですけど、うん、勉強カフェ、その先もだと思うんですけど、うん、勉強カフェの接客が一番私こうだと思うんですうん、あそれは一見そのブライダルとかってすごいきちんとしててコードソースとか確かにコードソースの立ち居振る舞いとか言葉遣いとか、うん、シビアな、まあ、人生一回きりのことだからすごいシビアな世界ですけど、うん、言っても一回きりの付き合いだからその時が良きゃいいみたいな感じだからその時なんだろうもうフルで接客すればもう終わりなんですよそれで OK みたいな勉強カフェって次の日も会うし1年後もまた会うしずっと週に何回も会うしみたいな多い人だねだから例えば1回まずいことしちゃったら逆にブライダルももちろんその失敗は許されないけど1回まずいことしても次の日会って会うみたいになんないじゃないですか、でもここは絶対なるしなんかそれは年中気をつけてなきゃいけないじゃないですかここだからすごいなんかめっちゃ正解が分かんないしその日のその人のテンションとかもあるじゃないですか甘いやつ分かんなって思ってましたね面白いねやっぱ聞くのなるほどね難しい確かにねなんか一見こう多分緩そうに見えるじゃないですか距離感も近いし前にさんとかでも正直距離感めっちゃ遠くて壁があった方が接客はめちゃめちゃやりやすいと思って近すぎるとどこまでこう立ち入っていいのかとかなんかあるからあとはある程度立ち入らせないためにどうしたらいいかとかあるじゃないですかこれ聞いてる人分かんないよ多分分かんないと思うやってないと分かんないわ